本当ですか？よかったです。プロデューサーにそこまで言ってもらえるなんて、やっぱりおまじないのおかげかも。教えてもらって、それで私たちもやろうってなって、成功させたいことを念じながらお茶をみんなで回し飲みするんです。あ、いえ、ポイントがあって、これは朝の6時と昼の2時と晩の10時の3回やらないとダメなんです。しかもメンバーの中に一人でも邪念を抱いた者がいると逆に悪いことが起きちゃうらしいんです。だからこそおまじないは効くんですよ。やってよかったです。あ、それはもうダメなんです。このおまじないは一度しかやっちゃダメだからです。やるなら他のおまじないじゃないと。一つは知ってるんですけど、でもそれは結構意識が難しくって、今の私ではちょっと。プロデューサーさん、女の子ってそんな単純なものでもないんですよ。はい。プロデューサーさん、おまじないは女の子にとってすごく大切なものなんですよ。女の子はちょっとしたことが心の支えになって、それで頑張れちゃうんです。え、おでこ？あの、それって恋のうまじ。ゆきほちゃんったらちゃっかりしてるのね。
別に何でもないんですよ。ああ、私も早く運命の人を探せたらな。